会社を辞めよう、要するに安定した生活を手放そうというふうに思われたんですか。いろいろ複合的な要因はあるんですけども、確かに日経新聞にいると目先例えば5年ぐらいで見ると独立するよりずっと安定してるとは思うんですけれども、それこそもうあらゆる産業が10年20年経ったらどうなってるかわからない状況なわけですよね。日本を代表する自動車産業だって今そのテスラとかこういう状況になっていることを考えると20年後30年後ガラッと変わってるかもしれない、メディアだったらもっと変わってるかもしれないですよね。で今人生100年時代ということなので20年経った時にも私まだ60過ぎぐらいということで、昔だったらもう引退だったかもしれないですけども、今も結構80歳でも働いていらっしゃる方いらっしゃいますし、年々こう高齢者が健康になってるって考えるとひょっとしたら私90歳でも働いてるかもしれないってなると60歳から90歳って30年あるわけなんですよね。で私まだ社会人になって20年経っていないので、そう考えると、60歳以降も含めてこう、社会がガラッと変わってる中で一つの会社だけに残っているとその会社では評価されるかもしれないですけども、60歳になってポンって出ていいよって言われた時にこう通用するそのスキルとか、ブランドみたいなものがあるのかっていうとそこはリスクもあるかなと思ったんですよね。なので会社に残ると、それはそれで安定も得られるかもしれないけども残り続けることによるリスクみたいなものも感じたので、ちょっとエイヤでこう判断してみたっていうのが正直なところですね。